こんにちは。歴ショックです。今回は、家康の11男で、水戸徳川家の祖となった徳川頼房の生涯について紹介します。末っ子として育った頼房は、兄二人と比べ一段下に位置づけられていましたが、それゆえに、将軍家と衝突することもあった兄たちよりも、秀忠、家光親子に信頼され、特に一歳年下の家光には実の兄のように頼られました。ですが、私生活では、正室がいない中で多くの妾と子を作り、後継ぎとなる水戸黄門こと徳川光圀も、当初は堕胎を命じられ隠し子として生まれるほどで、幕府の力も借りて後継ぎ問題を解決するほど、頼房の家族関係は混沌としていました。頼房は兄たちに負けず豪気な性格で、若い頃は秀忠の怒りを買うこともあり、その性格は息子の光圀にも確かに受け継がれており、頼房の日常のエピソードは、荒々しい気性で知られた幕末の藩主、徳川斉昭やその子の慶喜の祖先であることを納得させるものです。今回は、末っ子という立場を生かし将軍家と御三家の間を取り持ち幕府政治の安定に尽くし、やがては時代を大きく動かすこととなる水戸藩の基礎を作り上げた徳川頼房の生涯について紹介します。家康の末っ子として兄の後ろをついていく。徳川頼房の出自。徳川頼房は1603年9月。徳川家康の11男として、紀州徳川家の徳川頼宣の母でもあるお万の方を母に伏見で生まれました。男子の中では家康の末っ子にあたり、家康の長男である松平信康とは44歳差、徳川秀忠とは24歳差があり、御三家の義直、頼宣とは同年代にあたります。頼房が生まれたのは家康が将軍に就任した半年後のことで、頼房が生まれた頃には兄の義直は下位25万石の大名となっており、頼宣も頼房誕生の2ヶ月後に家康の五男、武田信義が亡くなったことで、信義の後を受け日立水戸25万石の大名となっていました。一般的に、義直、頼宣、頼房の3人を合わせて御三家と呼びますが、明確に優遇されていたのは義直、頼宣だけで、頼房は頼宣の分家的地位とされ、二人より一段下に位置づけられました。それでも頼房は、1605年に家康が将軍職を秀忠に譲って大御所となった後駿府を拠点とすると、1607年、4歳の時に伏見から駿府へ移り、家康の薫陶を受けながら二人の兄と共に幼少期を過ごします。若い頃の頼房のエピソードは創作も混じるものの豊富で、家康が諸侯子を集め欲しいものを聞いた際、大国や有能な家臣と口々に答える中、頼房は一人天下が欲しいと答え、愕然とした家康は頼房の扱いに慎重になったというものがあります。他にも、衣服や刀は歌舞伎物のように異形のものを好み、長期を逸した行動が多かったため、幕府が直々に献跡したというものもあり、豪気な戦国武将を感じさせる気質は息子の光圀にも受け継がれます。また、頼房は、5歳の時に乳母の岡崎を亡くしますが、頼房は岡崎の死を悲しみ続け、困った家康は、よく似ている姉、武佐を宮仕え中であったのを天皇の許可を得てまで呼び寄せ、ようやく頼房は機嫌を直したと言います。武佐は、頼房が若気の至りで秀忠の歓喜を被った時には、自ら秀忠の重臣、土井利勝に直訴し頼房の赦免を勝ち取っており、頼房も武佐を乳母として大層信頼し、後々まで深く関わることとなります。やがて、1607年には、家康の四男で尾張を領していた松平忠義が亡くなり、義直が尾張一国47万石の領主となり、1609年には頼宣も水戸から駿府50万石に移封され、国持ち大名の身分となりました。一方、頼房は1606年、3歳の時に、水戸の頼宣の領地に近い日立下妻で10万石を与えられ大名に列しており、頼宣の駿府移封後はその後を受け水戸の領主とされます。ここに御三家の原型が出来上がりますが、頼房は水戸入封と同年の1609年に、義直、頼宣が3年前に任官した寿司の下左衛門守に任官し、その後も昇進は兄たちの一段下とされ、最終的には兄たちが大納言になった一方、頼房は中納言止まりとなりました。付属された家老の力量にも差があり、義直には家康を古くから支えた平岩親吉、親吉死後は本多正純らと幕政の中心に立っていた成瀬正成が、
頼宣には成瀬正成と共見幕府中枢にいた安藤直次、家康の母方のいとこの水野重仲が付けられます。一方、頼房に付けられたのは、元北条家臣で一万石を領し家康の小姓を務めていたものの、1607年に頼房が大名になった時にはまだ30歳だった中山信義であり、力量は確かなものの、尾張藩、紀州藩と比べると実績では若干見劣りする人選でした。元服氏頼房を名乗った際も、義直、頼宣がそれぞれ清和源氏ゆかりの義、頼の字を分け合ったのに対し、頼房は同母系の頼宣と同じ頼の字をもらっており、頼宣の分家的扱いは続いていました。この頼房の後ろ盾となったのが、家康の側室で、後年春日の局と並んで江戸城の奥の実力者となる、栄松院こと御徒の方です。家康より35歳年下の御徒の方は、扇ヶ谷通江杉家に仕えた大手道館の大竹出身で、家康の関東入封後、13歳で側室となり、1607年、29歳の時に駿府で家康の最後の子となる市姫を産みますが、市姫は1610年に3歳の幼さで亡くなりました。家康は悲しみに暮れる御徒の方を慰めるため、当時7歳の頼房を御徒の方の養子とし、ここに頼房は、お万の方の次男ではなくお徒の方の子の立場を得ます。お徒の方は、義直、頼宣の母であるお亀の方、お万の方と共に三人衆として家康の寵愛を受け、晩年に家康の寵愛が若いお夏の方、お六の方に移っても引き続き寵愛を受けており、家康死後は、阿茶の局や春日の局と共に江戸城の奥で活躍し、郷の死後は家光に母と慕われるほどの実力を有していました。一方、義直、頼宣は、1611年の二条城での秀頼、家康の会見にも同席し、大阪の陣でも、11歳ですでに元服していた頼房が駿府城に留め置かれる中、二人は初陣を飾っています。豊臣家滅亡後は、家康、秀忠、義直、頼宣の4人が一堂に会し、家康は義直、頼宣に将軍家を領翼として支えるよう明治後継体制の原型を作っており、頼房は当初は御三家と呼ばれる地位にはありませんでした。しかし、家康の子という特別な立場を有しながら、兄たちのように重責を負っていなかったがゆえに、頼房はこの後、秀忠、家光親子から信頼され、兄たちに並び御三家としての地位を確立していくこととなるのです。一番下の格式ながら、将軍家には最も信頼される。水戸藩主としての頼房。1616年に家康が亡くなると、義直は尾張に行き、頼宣も駿府を領主として治め始めた一方、頼房は江戸に移ったものの、両国の水戸に入るのは16歳になった1619年のことでした。同年には頼宣が駿府から紀州に移封されており、1622年には頼房の3万石を加増され28万石となりますが、それでも水戸藩の規模は1707年に35万石に高直しするまでは、尾張、紀州の半分の規模しかありませんでした。水戸領は、頼房がいない間は家老の中山信義や関東軍団の稲氏によって治められており、石垣や天守はないながらも三階櫓を天守代わりとした水戸城をはじめ、領内の整備が進められ、頼房の代に水戸藩の基礎は確立します。水戸藩士は江戸定住とされたという話が有名ですが、頼房や息子の光圀の時代までは領国に戻ることも多く、頼房は歴代水戸藩主の中で最も多い11回の領国入りをしており、自ら領国統治に取り組みました。1620年には正真の下底の江中将に任官し、政治の表舞台に立つようになり、義直、頼宣に次ぐ徳川一族として儀礼の場にも出席し、やがて兄弟で御三家として扱われていきます。頼房は、他藩の大名、特に関ヶ原の戦い前の水戸の領主、佐竹義信と頻繁に交流しており、佐竹屋敷を訪問したり、江戸を離れる際は贈り物を送ったりと、新旧水戸領主は親しい関係を築いていました。この頃、秀忠は1623年に息子の家光に将軍職を譲り、さらに頼宣が紀州に移った後の徳川家にとって特別な駿府を、甲斐の領主となっていた家光の弟、忠長に与えるなど、自身の血筋での支配を進めようとします。
只玉川1626年に、義直、頼信が大納言、頼房が中納言に任官する中、頼房を飛び越え大納言に任官しており、領地も50万石に達するなど頼房より格上とされ、御四家と言うべき状況にありました。1626年に、秀忠、家光が上洛した際は4人も随行しますが、簡易順に忠長が頼房より前とされ、頼信が家康の子が優先されるべきと順番の入れ替えを要求する事態に発展しています。義直も御三家筆頭として、将軍家が不測の事態に陥った際は、自分が将軍家に代わって徳川を守るという意識を持っていたようで、秀忠、家光が大病を患った際は真っ先に江戸に駆けつけ、幕府に将軍職三奪を疑われるという事態にもなっています。御三家のうち、上二人が将軍家とは良好とは言えない関係にあったことから、秀忠、家光親子は御三家の中で頼房を最も重用していました。尾張、紀伊、忠長の屋敷と同じく江戸城西の丸に置かれた水戸藩の屋敷に、秀忠、家光がおなりをした回数は、尾張、紀州の場合に比べても多く、頼房は他の大名家の屋敷を秀忠、家光が訪れる際もお供を命じられることがよくありました。一方、忠長は、実際は正室、郷の子ではなく庶子とされる家光の下に置かれている状況に不満をあらわにし始め乱行が増えていき、1631年には秀忠によって甲斐にて蟄居を言い渡されています。もっとも、当初は秀忠、家光ともに忠長の排除までは検討していなかったようで、頼房は忠長の説得を依頼され、家老の中山信義を甲斐に派遣し還元を試みるも、忠長は受け入れることはありませんでした。やがて、1632年に秀忠が亡くなると、家光は忠長を改易し、1634年に忠長は自害に追い込まれています。家光は父の死後、義直、頼信とは距離があり、忠長以外の唯一の弟、星名正幸は諸子でこの時信濃高遠三万石の領主に過ぎず、頼房しか頼れる身内がいなかったことから、忠長の処分を決めた際、頼房に兄弟同然に思うと書状を送っています。家光は、後継ぎの座が確定していなかった頃から、春日の局と共に家光擁立に動いていた頼房の養母、お徒の方を実の母のように慕っており、一歳違いで年齢も特に近かったことから、叔父、甥の関係ながら頼房を実の兄のように頼っていました。御三家は老中中心の幕府政治に表立って関わることはなかったものの、頼房は江戸に長く滞在し家光をそばで支えていましたが、躍進の裏で頼房は、女性関係、後継者選定で問題を抱えていました。女性関係に苦労し、後継ぎ問題で幕府までも巻き込む。徳川頼房の後半生。頼房は、義直、頼信が家康によって浅野義長、加藤清正の娘を正室とすることが決められていた一方、正室が決められず、家康死後も正室を迎えることは生涯ありませんでした。ただし、妾はたくさんおり、1622年には兄たちに先んじて、妾の一人、谷久子との間に長男の松平頼重を設けますが、頼房は堕胎を命じています。これは、義直、頼信いずれにも男子が生まれない中、兄たちをはばかった行為とされ、藩の記録にも記されていますが、実際は妾の中でも最も力があり、実質的な正室扱いだった佐々木岡津をはばかっての措置とされます。頼房は、頼重誕生にあたって、信頼する乳母、武佐とその夫、三木行次の江戸屋敷に久子を移し、表向きは頼房が堕胎を命じるも三木夫妻が命令に逆らい頼重をかくまったという工作を行ったとみられ、三木夫妻は頼房の養母、お徒の方の支援も受け頼重を保護し、娘の嫁ぎ先の、大納言、重の江末吉の京の屋敷に預けました。頼重の母、久子は、頼房が女中として仕えていたのを気に入り、久子の実家が反対する中生涯正室を置かないことを約束してまで迎え入れたとされており、妾に迎えてから日も浅かったため実子と認知できなかったものの、本音では跡継ぎにしたかったと見られています。その後、1625年に義直に光友、1627年に頼信に光貞と、兄たちにも跡継ぎが誕生し、1628年には頼房は頼重と同じ久子との間に光国を設けるも、兄たちへの遠慮は必要ないはずがまたも堕胎を命じました。
ただし、この時も頼重同様、三木夫妻が、今度は江戸から水戸へ出向き久子を屋敷に引き取り出産させており、三津国も頼重同様隠し子として生まれ、このことは後年、三津国自身が母の実家に力がなかったせいと語っています。頼房が遠慮し続けた妾、お勝は、三津国誕生と同時期に亀丸という男子を産んでおり、こちらが後継ぎと目されたものの、亀丸は4歳で早生してしまいました。頼房はお勝と同等に久子を愛しており、三津国が4歳の時には、堕胎を命じたはずが密かに会っていた記録があり、亀丸死後は、長男頼重は京に送り存在しないものとしていたため、三津国が嫡男と目されるようになります。もっとも、お勝も三津国誕生の翌年に頼房の四男、松平頼元を出産しており、お勝も大事にする頼房は容易に後継ぎを決められず、後継ぎ問題は幕府も巻き込む事態となりました。頼房の養母、お勝の方は、久子を愛しながらお勝の手前三津国を後継ぎにできない頼房の意を汲み、将軍家光と相談し、家光、頼房二人での会談が数度にわたって行われた上で、将軍の命令として三津国が後継ぎに決められます。頼房は、後継ぎ問題については自らは一切表に出ず、幕府の裁定という形をとっており、母代わりの武者、お勝の方が尽力したおかげで、水戸藩の後継ぎ問題は解決することとなりました。三津国は1634年、6歳の時に、お勝の方に伴われて江戸城に登城し家光に対面を果たし、京にいた頼重も同年に江戸に戻され、3年後、15歳の時に頼房と対面を果たし実子と認知されており、混沌とした息子の後継ぎ問題の解決を見届け、お勝の方は引退し、春日の局に後を託し江戸城を奥を去っています。出生の経緯もあり、同じ母を持ちながら弟の三津国が後継ぎとされ、頼重は後に讃岐高松12万石の藩主となりますが、やがて成長し儒教を学んだ三津国は、自分が当主となるのはおかしいと、実子がいながら兄の子に家督を譲ることとなります。頼房は三津国に対し、立派な武将になるよう厳しく教育し、三津国は7歳の時には、頼房が手打ちにした元家臣の首を夜中に取ってくるよう命じ、三津国も幼いながら首を取り、頼房に差し出したという逸話が残っています。幼少期の三津国は頼房に似て強端な性格だったようで、温厚な性格の兄、頼重と喧嘩をした際は、障子を打ち抜いて隣の部屋まで押し倒したといい、頼房も危険に感じたのか、三津国に脇差しを刺すことを禁じていたといいます。私生活は相当ごたごたしていた頼房でしたが、幕府、御三家との関係は変わらず良好で、1645年に清によって南方に追われた明の残党、帝政公から援軍要請が来た際は、自ら出陣することを主張する頼宣と共に海外出兵を主張しました。また、義直は、頼房の長男、松平頼重が1642年に日立下館5万石から讃岐高松12万石へ加増された際に加増を後押ししたという話もあり、頼房が兄に先んじて男子を設け隠したという話に負い目を感じ、罪滅ぼしを図った可能性が考えられます。1650年に義直、翌年に家光が亡くなり、10歳の家綱が後を継ぐと、代替わりを狙った浪人騒動、由井正雪の乱が起き、徳川一族トップとなっていた頼宣が黒幕として疑われる中、頼宣に次ぐ実力者の頼房は、幕府方のトップとして頼宣の戦議に臨むなど、幕府の安定に尽くし続けました。頼房は最後まで藩主の座にありましたが、三津国は後継ぎとして頼房の晩年にはすでに活動を始め、乱暴者だったのが学問に目覚め、様々な取り組みを進めています。1657年には、後に大日本紙編纂を行い、尊王の水戸藩を形作ることとなる支局を開設し支所編纂を始めており、頼房も藩主としてこの取り組みを積極的に認めていたとみられます。三津国は良くも悪くも頼房の血を色濃く受け継いでおり、公家、近衛家から正室を迎える直前の1652年に次女との間に子を設け堕胎を命じており、この時の子は、兄、頼重に引き取られ頼常と名乗り、頼重の養子として高松藩を継ぎました。頼房は、三津国が成長する様を見守りながら、1661年に58歳で生涯を閉じました。頼房は子沢山で、分かっているだけでも11男15女を設けており、頼房以降も歴代水戸藩主は、高松藩と養子縁組を交わしながら多くの子をなし、頼房の血筋を後世に伝えていきます。
頼房以来の豪気な気質と息子光圀から始まる水戸学はやがて尊王攘夷思想の基盤となっていき、幕末には頼房の子孫の徳川斉昭、慶喜親子が日本の歴史を大きく動かしていくこととなるのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴史ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴史ショックではツイッター、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。